吉宗評判記暴れん坊将軍。動かしたら、いっぺんに寒さなど吹っ飛んでしまうぞ。どうだ、じいも一汗かかんか。とんでもございません。この間みたいに頭に二つも三つもコブを頂戴いたしましては、ほらかないません。それよりじいは一風呂浴びとうございまする。上様はお若いからそれでよろしゅうございまするが、この肋骨、少しはいたわっていただきとう存じまする。何を言うか。都合のいい時ばかり年寄りになりおって。さあさあ、回れ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 。さあ、今日は特別様というお釣り立ての回れ回れ。さあ、持ってけ持ってけ。下付け屋の野州住みは使い物にならぬ粉住み。瓦版の元祖は17世紀の末、京都四条瓦の工業の評判を伝えたものだと言われている。その後、相撲の勝負を即興した勝負付け、諸大名の参勤状態を知らせた参勤付けなどが出た。享保年間に至るも、まだまだ無責任でいい加減なものが多かった。へえ、野州積みってのは駒積みだったのか。下月屋がひでえものを持ち込んだもんだな。でも昔から炭は八王子って決まってるんだよ。そんなことはねえぜ。俺は野州の炭を使ったことがあるが、しつぎも下地もいい、ちゃんとした炭だぜ。またいい加減なこと言って。いや、そんなんじゃねえよ。第一、下月屋の旦那、そんなことする人やねえ。関取、お前さんどうして下月屋を知ってんだい。ああ、俺はまだ相撲取りだった時の話なんだが、巡業で宇都宮行ったんだよ。ところがあいにく雨にたたられちまって、にっちもさっちも行かねえところ、何にも言わねえで手を差し伸べてくれたのが下付屋の旦那なんだよ。そうか。いや、おめえが恩人の肩も従う気持ちはよくわかるがよ。しかし、この瓦版は一体どうなんだよ。そうそう、瓦版が嘘をかかさねえぜ。そうだよ。なんだこんなもの。おい、リュウカ、お前どこ行くんだい。下付屋でさ。やっぱり例の瓦版のせいですかね。そうでしょうね。今度も売り上げがガタ落ちで、もう10日も閉めたまんまなんですよ。これでいいんだよ。もう自得だよ。お前さん、18さんじゃ。下付屋さんはね、報いを受けたんだよ。お天道様はちゃんと見るべきところを見ていなさいよ。これでいいんだよ。ごめんよ、はいはい、ごめんよ。旦那、下地屋の旦那、龍子でございます。ちょっと開けてください。Thank you.
下月屋さん。じい、見てみろ。筑波山中で身の丈二間半もある大蛇が木こりを人のみにしたそうだ。異国ならいざ知らず、この日本にそんな大蛇いるのかな。こちらは夫婦喧嘩の評判でござりまする。京橋の八百屋夫婦の喧嘩がいかに凄まじいか、ほら美に入り才に渡って。しかし瓦版というのは何でも種にしてしまうようでございますな。上様、これをご覧ください。瓦版で競争相手の商品をけなしているのではないかと。なるほど、これは他のとだいぶ様子が違うようだ。そんなものを出されては飽きんどはたまりませんな。うん、瓦版となるとただの噂よりも影響は大きかろう。上様、すでにこの瓦版お目に触れましてございますか。この瓦版がどうかしたのか。その下野伊兵衛が今朝方自害して相果てました。何、越前殿、まさか江戸の住み不足を解消するために店を開いたというあの下野では。さようでございます。ああ、やれやれ、江戸の住み不足も当分続きそうじゃな。恩人をなくしてさぞがっかりしたろうな。レゴ、この瓦版のことで新さんが何か聞いてんだってよ。新さん、あんたまでこんなものを信用してるんですかい。ちょっと来てくれ。見てくれ、これが粉積みかい。それじゃおめえ、瓦版の方がインチキだよ。とんでもねえ嘘っぱちだい。龍子さん、どうかしましたか。亡くなった伊兵衛さんの弟で宇兵衛さんだ。めぐみの辰五郎です。この度はどうも。徳田新之助です。お伺い申します。宇兵衛さん、葬儀が終わったらすぐ店開けよう。こんないい炭を粉積みだなんて言われちゃ伊兵衛さんは成仏できねえぜ。龍子さん、気持ちは嬉しいが、この店は諦めることに決めました。そりゃいかん。今江戸は住み不足なんだ。江戸の人たちにとっちゃこの店の野州住みは救いの神なんだ。なあ頼む、なんとか後を引き継いでこの店をやってくれまいか。困りましたな。私はこの店を続けていく自信がないんです。ご勘弁くださいませ。次郎八、とうとう下野屋が店を閉めるそうだぞ。へえ、邪魔やがれて。すべてはこっちの思惑通り。めでてえな、これでおめえも仲間だ。これからうめえ汁にありつけるぜ。たかが紙切れ一枚で人が死に、かなりの大店が姿を消す。恐ろしゅうござりまするな。世間は瓦版に書いてあるというだけで信用してしまい、真相や真実はどっかへ消し飛んでしまってるようだ。これは一種の暴力でございますな。まあ筆の暴力とでも申しましょうか。誰がこんなものを出したんでございましょう。俺は八王子住みに関わりのあるものだと思ったが、八州住みが江戸へ進出いたしますと影響を受けますのは八王子住み、あり得ることかと。越前殿、直ちに追及なされ。
お言葉ではございますが、夜襲済み導入を許可なされたのも今月の月番も北の大山殿、これはやはり大山殿にお命じなさいますのが筋道かと。当時の町奉行の権限は非常に幅の広いもので、犯罪の取り締まり以外にも江戸市中の商いの監督、商家の営業許可など、現在の通産大臣の職務権限の一部をも兼務していた。北町奉行大山稲葉の神様、お越しにござります。おお、大山殿。ああ、ちょうど良いところへ。この河原番じゃがな。お心を煩わせ申し訳ございません。一月前、この河原番が初めて出されました時より、それがし八王子住みに関わりのある者の仕業ではないかと考え内定いたしておりました。うん。それでまず八王子住みを一点に扱いまする武州屋八蔵方を手入れ。武州屋八蔵か。はい、さようでございます。この河原番のことで注文したい。一緒に参れ。 お待ちくださいませ。それは何かのお間違い。私はそのような河原番と何の関わり合いもございません。それ以後も武州屋の身辺を徹底的に探索いたしましたが、怪しい節はござりませんでした。次に関わりがありそうなのは八王子代官綿貫玄馬だが、綿貫殿にも過日問いただしましたが、そこまで疑われてはこの綿貫玄馬、上様より八王子をお預かりする代官として武士の一部は立ち申さん、この場にて恰幅いたすゆえ拙者の腹のうちとくとご見分くだされ。お話しください。ああ、あっぱれなる者のふぶり、疑ったのは我らの不明だったかもしれぬな。それがしもそのように。わかった。大山、今後も探索を続けてくれ。はあ。忠相、どう思う？やはり河原番の出所を確かめ、それを洗いますより他に、何をしたんだ一体。何、こいつらは一年ぶりで会った大事故とゆっくり飲みたかったのによ、ぐじゃぐじゃ絡んできやがったもんで。旦那の知り合いですか。いや、ただの通りすがりの者だが、相当酔っ払ってるし勘弁してやらんか。まあ、何、おっちゃん、いい加減しろよ。やろう、さあ行こう。よし、乗り直せ。怪我はないか。大丈夫だな。世話になったな、お侍さん。礼にいっぱいおごるで。銭あんだよ。飲もう、飲もう。銭あんだから。おやり。大丈夫か。ごはんごはん。お侍、ちょっと入んな。飲み直しんでんの。いや、今夜はもう。なあ、手ですか。おい、喋れ。おっとっつぁん。あんた、あんた、カロンさん。またこんなに酔って。何言ってたの。あんた、ちゃうじゃん。じゃあ。申し訳ありません。何かご迷惑をおかけしたんでは。いやいや、私の方こそ。帰ってご馳走になってしまって。お父っつぁんとても偏屈者なんです。こうしてお侍様と一緒にお酒を飲んでうちまで来ていただくなんて、何かよほど嬉しかったんでしょう。それはよかった。あの、お名前を。
徳田新之助、貧乏旗本の三男坊です。徳田様、私おみつと申します。お父っつぁんは次郎八と言います。こんなところですが、またお寄りください。お父っつぁんもきっと喜びますから。うん、じゃあまた。おやすみ。ありがとうございました。頭、頼みがあるんだかな。頼み？なんで？ご両ばかりなんとかならないか。ダメだよ、どうせまた女遊びに使っちまうんだから。ダメ。違うんだよ、俺旅に出てんだ。旅？おい、どこ行くんだよ。野州宇都宮。このままじゃどう考えても伊兵衛さんは成仏できねえ。明日早立ちで宇都宮へ行って、もう一度伊兵衛さんを口説いてみようと思うんだ。流行、おめえいいところあんな。そうだったのかい。そういうことならいくらでも持ってっとくれよ。はよ。すまねえ、おかみさん。流行、遠慮することね。思う存分やってきな。この俺も後押しするぞ。お父っつぁん、この瓦版の犯人の堀、お父っつぁんのせいに似てるんじゃないの？まさか。お父っつぁん、下野屋さんは亡くなったのよ。おみつ、よさねえか。下野屋さんはてめえで勝手に死んだんだ。誰のせいでもないの。例の瓦版、調べはついたか。はあ、江戸中瓦版屋を渡りましたが、そのようなものを扱ったところはございません。ない？はい。妙だな。どうやら潜りの仕事のようでございます。上様、下野屋伊兵衛のことで大変なことが判明いたしました。うん？検視の報告や回り方の報告を詳細に検討いたしましたところ、下野屋は他殺の疑いがございます。自害ではなかったのか。はい、殺してから自害に見せかけたようでございます。上様、北の大山殿の調べによれば、下野屋は自害、武州屋八蔵、綿貫玄馬の両名もこの件には一切関わりなしとのことでございましたが、こうなってまいりますと恨がありそうだな。それがしにはやはり八王子済みが絡んでいるように思えて仕方がないのですが。よし、その線も追ってみよう。助八、すぐに八王子へ飛べ。八王子済みと代官所の周辺を洗うんだ。心得ていようが、町奉行同士の圧力はなるべく避けたい。ひそかにな。心得ました。何、南町の役人がうちを洗っている？へっ、旦那はまさか。慌てることはない。我々には御前様という強いお味方がついていてくださるからね。ひでえことしはんねえ。龍子の話じゃいい人だったらしいがね。何も殺さなくたってね。あの例のカール版とやっぱり関わりあるんですかね。そうとしか思えんのだわ。陳さん、関取が旅に出たの聞いた？ああ聞いた。なかなかいいとこあるじゃないか。でもさ、あの怠け者の女ったらしが恩返しだなんて言うんだもの。私もお前さ、じーんと来ちゃったよ。
お兄ちゃんもね、本腰入れて後押しする気らしいの。だから新さんも手伝ってね。下付屋は報いを受けたんだ。自業自得だ。これでいいんだ。上様、下月屋のことで不審な動きをしている男があると聞き込みました。不審な動き？はい、死んで当然、自業自得だと申しておりましたとか。自業自得？誰だそれは。次郎八という堀氏でございます。次郎八？堀氏という、まさか瓦版の版木を掘る。いえ、次郎八は錦絵専門でございます。俗に頭氏という、錦絵の顔の部分だけを彫る職人で、瓦版の彫り師とは桁の違う名人芸だそうでございます。つまり神田鍋町の裏棚でございます。鍋町？ごめん。まあ徳田様、ようこそ。お父っつぁん留守かね。昨日の夕方でたっきりで、まだどっかで酔いつぶれてるんです。きっと時短に近寄らないこともあるんです。そうか、それは心配だな。堀氏だったそうだね、次郎八さんは。はい。あ、次郎八さん、おかえり。おかえり。この瓦版の絵は次郎八さんの彫ったものだ。下野は殺されたらしいんだが。え？殺された？何か心当たりでもあるのか？知りません。おみつさん。知らないったら知らないんです。お帰りください。帰ってください。どうやら次郎八が彫ったものと決まったようでございますな。名人芸の持ち主がなぜこんなインチキ瓦版を。よほどの事情があるのでございましょう。下野屋殺しの方、何かつかめたか。いや、今のところまだ。まさか次郎八が一枚噛んでいるということは。人を殺すような人間には見えなかったが。話というのは何だ。お代官様、下付屋は自害じゃなかったそうですね。何だってやったんですか。ちょいと痛ぶって左前にしてやるだけだって言ったじゃないですか。お前の掘った瓦版が死ぬまで追い詰めた。お前が殺したとも言えるんだぞ。どうしよう。
もしお父っつぁんの人殺しに関わりがあったとしたらどうしよう。おみさん、何を悩んでいるんだ。お父っつぁんのことか。たった一度一緒に飲んだだけだが、俺には次郎八さんが悪い人間には思えないんだよ。ただ何か思い詰めるあまり目が曇ってるような、少しお父っつぁんのことを聞かせてくれないか。何かの役に立つかもしれんからな。いつかの瓦版だが。お父っつぁんは何も言ってくれませんけど、間違いないと思います。どうしてあんなものを。お父っつぁん下助屋さんを恨んでるんです。恨んでる。下助屋さんに家を取られたと思い込んでるんです。今の下助屋が私たちの家でした。お父っつぁんは職人さんを何人か使ってあそこで堀市の看板を出してたんです。ところが去年の春、おっかさんが重い病気で倒れて。先生、お願いだ、女房を助けてやってください。長い間苦労のさせっぱなしでやっと楽にさせてやると思った矢先、あのお金には糸目はつけません。どんな高い薬使っていただいても、どうか女房を。お父っつぁん、そのお金借りたんだよ、友蔵さんに。先生、お願いします、このお金でどうかよろしく。友蔵というのは評判の良くない小売菓子だったので、私心配だったんですけど。それでおっかさんは。一月の辛抱、まもなく私の心配が現実になりました。借金の期限が来て、担保にしていた家を明け渡さなければならなくなったんです。友蔵さん、頼む、あと3日、3日だけ家を明け渡すのを待ってくれませんか。金のできる果てがあるんだ。弱ったね。このうちはもう住屋の下付屋伊兵さんって人に売れてんだよ。え、お父さん、お願いだ。お父さん、そんなこと言わない。先方さんが急いでなさるんでね、約束通り出てくれないか。そんなこと言わずに頼む、あと3日でいいんですから。それはね、3日ぐらいなら俺は待ってもいいよ。けどね、下付屋さんがどうしても承知しねえんだよ。わずか3日のこと。下付屋ってなんて情け知らったろ。どうしても待ってもらえず、私たちはあのうちを出ました。それ以来お父っつぁんは叫びたり、仕事もしなくなってしまって。そうだったのか。あの瓦版はお父っつぁんが一人でやったんだろうか。俺には仲間がいるように思えるんだろうな。ところで次郎八はどうした。あのバカ、少し小遣いを与えて返しました。そうか。さあ大河さん、ああ召し上がってください。しかし瓦版を使って下付屋を追い込み、自害に見せかけて始末をする、全くうまい筋書きを考えたものでございますな。江戸の炭を八王子炭が独占していて、しかも需要に供給が追いつかぬからこそ高値を呼び、濡れ手で泡の大儲けができるんだ。八州積みは何としても叩き出さねばならぬ。笹岡さん、直接手を下したのはあんたと俺だ。どっかに飛んだ方がいいんじゃねえかい。慌てるな、こういう時はあまり動かん方がかえっていい。ああ、その通りじゃ。武州屋の用心棒とでも言うことにして江戸に詰めててくれ。はっ、どうぞ。何をしておる、こんなところで。お前帰ったんじゃなかったのか。あの野郎、今の話を聞いたんじゃ。
あの男の役目はもう終わりましたな。午前もそう仰せだ。じゃあもう大詰みってわけですね。やかましい。どこだな。あまり。怪我なかったか。ありがとうございます。分かってるよ、次郎八さん。あんたは踊らされていただけなんだ。次郎八さん、瓦版で下付屋を叩こうというのはあんたの考えか。いや、向こうが言い出したんだよ。綿貫玄馬と武州屋だね。八州積みが江戸へ進出すると八王子積みの儲けが少なくなるんで、下付屋が邪魔だったんですよ。それで下付屋を自害に見せかけて殺しやがったんですよ。やはりそうか。だが綿貫や武州屋はまだ小物だ。後ろにはもっともっと大物がついてるらしい。大物？誰だ？あっしの知ってんのはそこまでなんでさ。いろいろ役に立った、ありがとう。お父っつぁん、大変なことしまってどうする気？何か償いをしなくちゃいけないわ。償い？八王子住に関わりのある城中の大物。この前の瓦版は八州住を江戸から締め出す策謀。かかなんだ、涼しいな、お前は。こんな瓦版が。なんだよ。八州積みは良い積み、この前の瓦版は八州積みを江戸から締め出す策謀。あ、八州積みのいいっつのが認められたぞ。関取も喜ぶぜ。次郎八。新さん、これは新さんの差し金ですか。いや、ある男が目を覚ましただけだ。一体誰がこのような真似を。次郎八に違いございません。妙な仏心を出しおって。江戸の住み不足が目立ち始めたので、ご老中の手前、八州住みの江戸進出は認めざるを得なかった。お前たちの働きでうまく叩き出せたと思ったが。お奉行様、江戸の住みを八王子住みが独占する限り、まだまだ大儲けができます。ここは何としてでも。邪魔な奴は一人残らず切れ。どうであった、八王子は。あ、それはひどいものでございました。何人かの炭焼きたちに会ってみたのですが、綿貫様がお代官になってからもうめちゃくちゃだ。オラたちが精魂を込めて焼いた炭を前のお代官の半値に買い叩かれて。半値とはひどいな。で、どうして値上げしてもらわないんですか。相手はお代官様だ。文句を言うたら牢に放り込まれてしまうが。現地では安く買い叩き、江戸で割った金で。そういうことか。はい。
炭焼きたちは食うや食わずで泣いておりました。上様、綿貫たちの黒幕が分かりました。北町奉行大山稲葉の神様でございます。大山が頭、おかみさん、帰ったぜ。本当に心配してたぜ。こりゃこりゃ上さん。龍吾、そじゃおめえ。うん。龍吾さんの熱意に負けました。下野屋は私が引き継ぎます。そうか。よかった。ちょっとおさえ、前祝いにちょっと一杯行こう。何、下野屋の弟が、あの店が失踪。めぐみが肩入りして、もう動き出したのさ。何？おのれ、始末してやる。そうさせん。誰で？ふざけるな。何やつだ？炭不足に泣く、江戸市民の代表とでも思ってもらおうか。おのれ！おい武将や、カーラバンを使って野州住の締め出しを図ったり、下野屋夫婦を自害に見せかけ、その笹岡に殺させたり、アキンドにしてはやり方がちょっと汚すぎるぞ。うるせえ、みんな出てこい。やれ、やっちまえ。俺の命、天下万民のためならいつでも捨てる覚悟だが、貴様らごときを過ぎたな悪党どもは許すわけにはいかんのだ。かかってこい。喜べ、近々下野屋が再び店を開くことになった。これで江戸の炭不足も解決しよう。それは何よりでございまする。町奉行といたしまして、これ以上の喜びはござりません。これすべて上様のご意向の賜物、恐悦至極に存じ奉りまする。ところが、まあそうでもないんだ。はとおっしゃいますと？まあ、一つだけ困ったことがあるのだ。何でございましょう？それがしどもでお役に立つことならお命じください。命に代えても解決してご覧に入れます。まことか？はなれば両名腹を切れ、即刻屋敷に立ち戻り切腹いたせ。上様お待ちを。何故それがしどもが？どいつもこいつも、お主たちも武士ならば潔い死を認めたらどうじゃ。しかし加納様。よされ、
お主たちが武州屋と手を組み、瓦版を使った汚い小細工で野州住みの締め出しを図ったこと、すでにお耳に達しておる。それがし、そのようなことは一向に。まだ悪あがきをする気か。武州屋八蔵、笹岡勝之進はすでに捕らえられ、すべて白状いたしたわ。働き、内官の権力を重ね、炭を安く買い叩き、罪もない八王子の人々を泣かせてきた。それが武功儀の名を背負う役人のすることか。大山、貴様ごとき官賊に江戸の町を任せておくわけにはいかん。せめて最後だけは武士らしくいたせ。おのれ！大山、いるな！軍師への大山、綿貫、即刻切腹申し渡す。忙しいところすまねえんだがな、ちょっと頼みやってきたんだ。はい、何でしょうか。虎でお願いはこの二人なんだ。俺の知り合いなんだよ。ここで使ってもらいたいんだから。はいはいはい。さあどうぞ。これはお見事。武兵さん、新さんに頼まれましたな。はい、名人芸の堀氏をなくするのが何としても惜しいとおっしゃいまして。さすが新さんだわ。次郎八さん、元の自分の家で堀氏が続けられるなんてよかったですね。ありがとうございました。あれ、これは何だい。八王子住みを好むお方もありますので、少々ですが預かってるんですよ。武兵さん、あんた偉いな、立派だよお前さん。今反り立てのカラバンだ。享保七年、吉宗は筋なき噂ごとの読売を禁ずとの遅れを出し、つまり根も葉もない噂を瓦版にすることを禁じたのである。以来これまで野放しであった怪しげな瓦版は次第に駆逐され、健全な庶民の情報源としての瓦版へと育っていったのである。
吉宗評判記暴れん坊将軍、次回は。よし、それでよし。これより決勝を行う。大黒屋にそんな腕があるのか。ある。すると松屋のおかみは連中が煽り立てているのか。はい、あくまでも手向かいいたすつもりでございますよ。おとなしく江戸から出ていくつもりはないかい。お前たちみたいなどこの馬の骨かわからないのタゴサク野郎に出てく呼ばわりされてたまるか。切れ。俺の命は天下の命、三つ葉葵の風が吹くってな。次回、味一番細腕弁当にご期待ください。